南方軍は、大日本帝国陸軍の総軍の一つ、軍隊符号な太平洋戦争において、東南アジア方面陸軍部隊を統括する総軍として、大陸命第555号に基づき1941年11月6日に編成された。開戦後は、マレー作戦、ビルマ作戦、フィリピン作戦、 南員作戦などに代表される一連の南方作戦を指揮し、また戦前より日本領である南洋軍島や同盟国である太陽国においても防衛、軍政の任に当たった。総司令部は当初最後に置かれたが南方作戦終了後はシンガポールに移転した。さらに1944年3月27日に大本営によって改定された。 南方軍戦闘序列に基づき、同年5月21日マニラに転し、フィリピン防衛作戦を指揮した。その後、レーテ作戦が失敗し、米軍のルソン島上陸が迫った11月17日に、ダラットに再度移転して、終戦を迎えた。総司令官は一貫して、寺内敏一元帥陸軍大将。北品方面軍司令官時代の寺内敏一。 大将と中止な派遣軍司令官の旗春徳大将。寺内は1941年から一貫して南方軍総司令官を務めた。ありがとうございます。